やってまいりましょう。バイオハザード。ハード、なんぼかまでは忘れた。前回は仮面を4つ集めたので、あ、開いてるね。ので、ちょっと新ステージに向かっていきたいと思います。ハーブ。スクラップ。また、外。なんかアイテムは、あった。わす。薬液。反対側はなんかあるかい？反対側もなんかあった。わす。で前回、娘ちゃんをまた二人殺してですね、いよいよ、もうドミトレスクのみっていうような状態になりました。インフェクティッドパッドとか出てきそうな。なんかワンちゃんは可愛いね。なんか、あ、ここにさ、前回パートだったあの、ドクマンナイフっていうのがあるんじゃないの？あ、やっぱりね。なんか毒のナイフっていうよりは、なんかドラキュラだから、その銀がぶっ刺さってやられるみたいなね。ゴーお前のせいで全てが台無しよ。いや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 。お返し。あ、毒刺さったからか。あ、毒のナイフが。ああ、脇腹が。この大空に翼を広げ、なんかそこで見たら結構ございます。うわー、なんかあれだね。おー、飛んでます。なんか自由のサラザールみたいな変異を投げられた。そのままさ、ジミーに先つけたけど、欲しいのにボスたちが、こういう意味になりたくないから。ほら、リアクション。めっちゃ、めっちゃディスペシャル。 OK、 この手で殴り殺してやるわ。殴り殺せ、こんなら。え、おお、飛んでる飛んでる飛んでる、来た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 。お前だけは決して許されるものか。許されたくはないんだけど。お、やつ先にしてくれるわ。本当あれだね、なんか本当サラザールくらい二番煎じっていう格好になったね。これがこいつの正体だったんだ。ああ、まあ全然いいんだけど。ただ、ああ。ここで登場ライブに始まるから。ほら、落ちてった。また登ってきた。こいつ全然攻撃できてないじゃん。弱くない？大丈夫です。あ、でもなんかあれだね、こう油断すると、その油断してると、あの痛い痛い、目に合うんだよね。近いよ近いよ近い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 。お前はぐちゃぐちゃ潰してるわ。おお、振り持つスピードが速くなってきたね。おお、やばいやばい、近い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 。これあれかな、もしかして食われたら一撃死的な。だから通常ダメージは大して少ないかもしれない。
Cursed. 呪われてるのお前だ。うん。あ、終わりましたね。あ、意外とあっけない。これまたなんか復活する。なんかジャックみたいにさ、お前を逃がしてなるものかみたいな感じでグワーってくるとかそういうのはない。何これ。お土産？あ、なんか剣の紋章が。剣か。おお。お。Looks like I'm getting out of this place. これでやっと出られる。汚れたフラスク、フラスク、フラスクってなんだ。まあいや、とりあえずステージ進めるっぽいので、ロース。こっちはいけない。いけなさげですね。あ、もういけないね。外に出てきたね。まあ中がちょっと暑かったんでね、ようやく外でね。のんびりできるかなっていうところですね。さすがに誰もいない。あ、開ける。なんかある。おお、スクラッペ。ボス、まあちょっと食らったのか。でもファインだからね、食らったっていうほどならじゃないね。調べる。依頼されていた例の細工ができた洞窟から遺跡を抜けて赤い煙突のうちに運んでおいてくれ。セーブ、不正ポイントがある。まあまあまだ続けるんでセーブポイントはいいかな。あ、なんか閉めるだけかい、何もないんかい。木。特にここら辺は何もないかな。
井戸があるんだけどね、こう毎回。でも使うものがないよね。さすがに冷めれないよね。無理だよね。穴が全然違うもん。こう、あれここ来たところ全然覚えてないよ、まあ、とりあえず行けない。これ壊せた、あ、壊せた壊せた。わーわー、なんかチャプターバイオでいうとこのチャプター1の2のあの洞窟のところみたいな感じになってる。魚、おっ、切れない。お、いったいったいった。拾う。魚の生肉、魚の生肉、魚から取れる一般的な食材。調べる。この地域に生息する魚から取れる、このままでは食べられない納品用食材。何、売ったらいい。それもなんかレベルアップしていくと食えるようになるとか。うわー、しゃらくせしゃらくせ。ほら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 、よしよしよし、2匹目。マスかな。でもこんなところにいる魚食えんのかな。お、いったいった。よし、ちょっと待って、暴れすぎて、こっち暴れすぎて迷子になっちゃった。あ、そうで登るところがあるね。なんかおばあちゃんがいるよ。ベラ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 言ってるよ。インミスダーク、言ってるね。おい、バーバー。 As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died with the castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean.And I still haven't found Rose.、Mm. Where did Mother Miranda take her? You're too late! Or maybe... The child will be sacrificed. Life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek.、Hmm. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter.なるほど、家紋の人たちにいたね。これですか。謎かけがなくなる。謎かけがなくなる。ん？待って待って。Wait a second. 上と下に気になる。Hey, hey, wait! どうせまた行けないんでしょ？こっち行けなくなるんでしょ？鍵閉めるの上手だよね、このおばあちゃんね、本当に。ほら、ほら、ほら、ほら。下と上にアンブレラのマークがあるんですよ。これ気になるな。で、ドミトレスクがこれで、ここの3つがあと、なんか誰かわかんないやつですね。ハイゼンベルクっていたじゃん。あれ、馬っぽくない？なんか。馬によってヒーハーがいたらめちゃかっこよさそう。そう、この、あ、うん。めちゃくちゃかっこよさそうだよね。マザー・ミランダと、だからこれローズっぽいんだよね。唐辛子めっちゃあるな。こっちも。うん。あ、で、早速ここの階上げると。おばあちゃん、次のヒントくれたんじゃないし、うん、ハイゼンベルクがなんかね、バイオ4でいうところの類似的ポジションな気がするんだよね。だから最後は死んじゃうみたいなね。マザーミラクに殺されるっていう。で、どうだろうな。でもな、かっこいい、あの、なんだっけ、あれ的なキャラいないよね。あの、なんだっけ、なんだっけ、クラウザー的ポジションのキャラはいないよね。ここら辺は特に何もないかな。クローズに。じゃあ真ん中調べてみようか。お、アンブレラマークや。調べる。ん？ん？フラスク。無理か。突き進んでいきましょう。ぶら下がってるね。ぶら下がってるね。死体がいるね。この辺りは、あ、違う、こっけ。こういうのね。おー、スナイパーライフルありがたいね。ハンドガンがね、あ、まあ、使って使ってないのかな。すげえぶら下がってんな。もしもーし、こんなとこで寝たら死にますよー。
体いる？2体。2体ならとりあえずやっちまうか。おーい。あっちだ、あっちだ。走ってくんの早っ。過去、過去さ、一番重要だ。お、よし、1体ゲッツ。ゲッツはしてない。1体ゲッツ。ほい。ほい。やっぱ最初に出てきたのが強すぎるんだな。最初に出てきたのが強すぎて、あとね、下でね、なんかね、火を持ってうろうろしてるやつがいるんだよ。ほら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 、いるよね、いるよね。歩き方が、なんかもう警戒しすぎて、単なる酔っ払いだよね。ほい。いやー、アグレッシブあれだよ、自分の走る速度を抑えきれないでさ、滑ってるもんね。わ、ハンドガンとかなくなってきたんだけど、やっぱ消費量は半端ないね。これこれこれ、ここをグイッと登ってきたってことだよね。ああ、ここは調べる。フラスク使えない。ここもまだってことか。じゃあさっきこいつがここの中行ってたのはなんかいる？届かないんだよね。ほい、これを壊すと、これを守るためにあいつはいたわけ。なんか可愛いな。そっかそっか。スクラップ。酔っ払いがいっぱいいるな。ほら、オッケー。ヘッショーが、ヘッショーいっぱいできるね。何食ってたの？何してたの？水もねえし、肉もねえし、本当に何してたの？スクラップ B 正面、なんか鍵っぽいのがある。これなんか取ったら出てくるとか調べる。鍵穴が合わない。え、不都合し、鍵穴が合わない。もう一個、ドミトレスク、鍵穴が合わない。何かがわからない。ここでお次行きまし、よし、おお、勝手に進んだ。開けます。これ後ろ、後ろ戻れる？戻れるんかい。戻れるならあんな大げさな演出しなくてもいいんだけど、どこに敵も出てこなさそうですね。これでもほんと一体一体全部相手にしたら、弾があってもなんか全部なくなりそうだよね。聖杯の祭壇、おう、ん、シン、出たー、マツコ来ましたね。ここなら会えると思ってました。It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look.頭？腹立つ顔やな。何中途や顔や。That flask seems to contain her head. 切り刻まれてんじゃん。No. アウトやろ。いや。Roses, don't say another word. いや、そりゃそうなるわ。娘切り刻まれてた真実知ったら俺だって発狂するもん、そんな。This is impossible!This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. And we can continue our conversation.Quit holding out and get to the damn point!
You don't have to trust my word. But do you have any better options? その腹をしまえ。贅肉プルンプルンやない。Your choice. どうぞ好きに、すべてはお客様次第。あくまで客として扱ってくれると。After all. おお、脳みそだけがあるのかな。イブ、イブ。You'll pay if I find out this is a lie. あれってもしかしてエブリンのイブ？Fucking Joker. でもショップはいいです。ようこそ。そして受け入れてくれる。優しいな。何？パイプが使えるようになると。で、地雷。敵が増えるか衝撃を与えると、設置後も回収することかな。やっぱこれって買っといた方がいいのかな？スナイパーライフ拡大率がアップで、スナイパーライフの手ブレが回収。ショットガンなぁ。これは、連射速度は今あれかな。これ、装填ってゼロの時にやったらまたアップするのかな？あ、でも装填速度かな。そんなの。One moment, please. またボス戦的なね、やつ。おお、ドミトレスク、すごい。ほい。Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. ただのエロ親父の発言。Yes. あ、ちょっと魚の生肉は魚の中、生肉だけで言ってみたいね。これどうなる？あ、特に何も言わないのか。I'm buying this because of our relationship. そうか、そうですか。じゃあ、全部書いてください。一旦じゃあ、これでいいかな。飢えているのは生きているのか。I look forward to seeing the fruits of your exploration. あ、わかりました。こっちかな。ん？四億一。ああ、下に入ってるのか。なるほどね。ああ、じゃあ、向こう側もですね。これは、あ、これであれ。鍵じゃなくて、これでハメハメしたらいいんだ。これを頭部のフラスク、OK。で、一つ外れる、中に収納される、はマザー・ミランダが、What the hell? 今のは、マザー・ミランダが、追いかけて、あれを壊して、ね、よくわかんない。まあ一旦とりあえずここまでにしましょうか。ちょうど7分ともあるんでね、書きたくなって、次進んでいきたいと思います。ということで、次の章に入ってきたということでね、まあ無事にドミトレスクも倒して、ドアも開いてということなので、次回パートまたお楽しみいただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。